どうもドスマッカオです。進化の果てにドスマッカオになりました。今回は新コード別装備紹介 G9 編となります。本日でストーリー的には最終回となります。敵も強い分装備も強くなっていますのでぜひとも最後までご視聴ください。そしてぜひとも高評価チャンネル登録よろしく。クリマツだ。クリマツですか？クリマツ、帰国の準備をし。装備紹介に入る前に、会場医の動画を見ていない方は、一部の武器やスキル説明は会場医編で説明を行っておりますので先にそちらのご視聴をお勧めいたします。まず紹介するのは、ワーガ X1 式です。この装備の強みは、複製難易度とそれに対するスキルの充実さです。お守りはアキスロさんもしくは電撃プラス4以上のものを準備してください。お守りによっては、キリオさんにできたり、他スキルがうまくつけられるかもしれません。はじめに言っておくとこの装備でハンターランク解放まで問題なく突っ走れるぐらい強いです。スキルの説明に入りましょう。まず見切りプラスには会心率を 20% 上げるスキルとなっております。次に挑戦者の納刀というスキルは大型モンスターが怒り状態の時 25% の確率で納刀時切れ身を回復するスキルとなっております。切れ味の回復量は機種によって異なり、切れ味回復量10と言われてもピンとこない方もいらっしゃると思いますので、確率的にも一度実戦で使ってみると実感できるかもしれません。また、いなし時に納刀状態になるブレイブスタイルとは相性も良いので、ブレイブスタイルで使うことをお勧めします。次に連撃の心得ですが、説明文だけ見てもピンとこない方が多いと思います。説明をすると、攻撃がヒットすると5秒間会心率が 25% 上昇します。その効果が発動している5秒間の間に攻撃を当てるとさらに 5% 上昇、つまり 30% になります。その後も5秒間に5回攻撃を当て続けると 30% を維持できるといったスキルになっています。注意点としては効果発動前の初攻撃分は会心率が上がっていない点、5秒間に5回という条件が武器種によってはなかなか難しいという点です。とはいえ攻撃を当てさえすれば会心率が 25% 上昇するという利点は大きいと思います。前回紹介した弱点特攻はプラス 50% と数値だけで言えばこちらの方が効果量は多いですが、弱点という縛りがあるためこちらの方が安定すると思います。ここまででも友との武器の会心率 40% と見切りプラスにも 20%、連撃の心得で最大 30% という構成からマックス 90% の会心率になります。最後に超会心というスキルですが、このスキルがダブルクロスは会心芸と呼ばれる一つの理由です。効果は会心攻撃のダメージを上げるというものになっています。前回の動画で会心攻撃は通常の 1.25 倍という説明をしました。超会心は、の 1.25 倍の倍率を 1.4 倍にするというものです。それに加えて会心率が 90% のため、ダメージが 1.4 倍にほぼなります。お守りによっては、切りプラス3にでき、マックス 100% となり、確定会心も狙えます。切れ味回復もでき、大幅なダメージアップが見込めるというのが、この装備の強みです。そして作成難易度ですが、ほぼ虫や小型モンスターの素材なのでかなり作成は簡単だと思います。弱点としては、そもそも武器の攻撃力が比較的低めであること、後半は防御がきついぐらいです。それを加味しても、十分強力な装備となっております。以上 G9 序盤でした。お願いします。最後に紹介するのは、デウス X1 式です。スキルはこのような構成になっております。簡単に言うと攻撃力を底上げした会心特化防具となっております。お守りはスロットさんのものを準備してください。会心衆1は、ラキ会心衆3は、ガルルガの闘技大会で素材が手に入ります。無理に高ランク狙わなくても素材は手に入ります。8回までなら力尽きても良いので確実にクリアしていきましょう。お守り次第で攻撃力を台に変えたり追加でスキルで付けられると思います。会心強化をつけた分攻撃力アップのスキルが弱くなってしまうのがネックですが、超会心を発動させた方が攻撃力が上がるので総合的には問題ないです。ここで武器も強化しておきましょう。G4 でティガレックスの爪が落ちるので、
G4 になったら太刀を最終強化していきましょう。こちらが弱点特攻、先ほど紹介した装備が連撃の心得なのでモンスターによって使い分けるのがおすすめです。以上 G9 後半でした。皆さんいかがでしたでしょうか。今回でストーリー編は以上になります。装備紹介が好評でしたらクリア後についても紹介していきたいと思います。あと数日でサンディエスパンのインターネット通信が終了してしまいますね。発売日から思い入れがあり大変投稿者も悲しいです。サンディエス版の方は残り数日となってしまいますが、ぜひモンハンダブルクロスを楽しんでいただければなと思います。最後に高評価チャンネル登録していただけると幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。